いやちょ、大丈夫です。いらっしゃい、焼き鳥です。いやちょ、はい。ってことでですね、今日もやってまいりました。はい。まあ前はね、前も焼き鳥に強いね、今一番強いクロスを教えてみたいな感じでやったんですけどね、俺のクロスが下手すぎて、前マジでなんだろう、ほんと3回ぐらいボツって、はい、あれなんですよ。1時間ぐらい、結局焼き鳥に1時間ぐらい付き合ってもらって、ようやくなんかアップできるレベルの動画が撮れた感じだったんですよね。あの時はもうなかなかでしたね。だから今回まあこれ強いから、今強くてね、有名のエリポンマスケクロス、はい、今めっちゃ流行ってますね。そうね、まあ高回転でエリポン立ててアド取りつつ、まあクロスとテスラで頑張るみたいな感じなんで、はい、まあちょっとね、また焼き鳥に教えてもらいながらね、やりたいと思います。今回は一発で笑ったこれも落ちるかもしれないからね。マジで大事大事大事にこう、とりあえず見てからってこと、ね、オッケー。初手は俺も多分前クロス教えてもらってから、はい、クロス使ってない説がある。動画ぶり動画ぶり3ヶ月ぶりぐらい、2ヶ月ぐらいか、まあ、とりあえず後ろからスケとかアイゴレとか流しといて適当でいいの、まあ、エリポンもないんでね、ここは流すしかない。これさあ、あーなるほど、あーこれはまあ止めてポンポンでいいか。ポンポンっすね。とりあえずポン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 。お、おいしい。おいしい。これは普通に、まあ真ん中でも、どっちでも、立てていってと。いや、これはでかいっすね。これでかいね。相手は。勝ったっしょ。なんなら。これさ、防衛黒さとさ、なんだろう、はい、テスラとかどっちがいい？回すか。手札回すか。手札、いや、基本的にはまあテスラとかでもいい気もしますけど、今でも手札回しっすかね。まだ黒さは違う？あ、これアイオレ来たからいける。それはいいっすね。それは逆サイにバーンって立てて。これでマスケが来る。はいはいはい、来ない。あーでも美味しい美味しい美味しい。で次マスケいきますね。はい、あ、いいいいいい、うまい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 、いいよ。あ、で、うまい。これで来た来た、これ来た、相手苦しいっすね。おお、めちゃくちゃ、まあこれ一旦落ち着いても、え、まあ一旦落ち着いてもよかったですけど、まあ別に悪くはないですね。これやばい、ちょっとスケが入る。お、まあ、お、ちょっと焦ったね。ちょっと焦りましたよ。ちょっとだけな、まあまあ、まあこんぐらいなら、もう一回ポンプで一回落ち着いてから行きたい。ポンプなんだ、これさ、クロス行きたくなっちゃうんだけど。で、いけるんだこれ、クロス。あ、まあいけますね。確かにいけるっちゃいけますけど。指導無視する。いけるっちゃ。まあまあ確かに。これで消えたら、マスケ。あ、いい。あ、いいっすね、いいっすね。まあ確かに、アドも取れてたんで、そういう時は攻めていってもいいっすね。自分だったら落ち着いちゃうんですけど、まあそれは人それぞれみたいな。なるほど。とこもありますから。お、さては俺クロス使い。おや。覚醒してますね。これは無視でいいだろう。はい、強要と。で、次のホグ用に、あ、そっか、先置きダメなんだね。テスラ、マジ使わねえかな。テスラは確かにクロス以外今あんま入ってないですから、ね。やばい、やばい、これ、夜か、夜ない、やばい、やばい、やった、やばい、ちょっと待って。まあ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 、まだ全然。これさ、どうしたらほうがいいの、これ。え、いや、もうでも、ここまで来たら、あと何、逆にこっち攻めちゃったほうがいいか。自分の切れば287。おや、それはまずい。よくない。あ、いや、自分のタワーが。まあでも、言うて、ステル削りじゃ間に合わない。いや、間に合うか。そしたら若干まずいですけど。500、あと500ありますかね、これ。こっちは500ある。なら全然大丈夫ですね。普通にぼやしていけば、さすがに回んないと思うんで。なるほど。はいはい。やっぱこれ、5で落ちない。やべやべやべ、え、いや、こっちがすか、こっちがすか、あ、え、あ、こっち5か、やばい、いや、これ、ま、負けるか、いや、負けるか、5回んないすか、いや、5ねえ、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 え、まあ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 、5ねえんだ、俺さ、ちょ、待って、聞いて、俺、270だったから、5回れたら落ちると思って、逆再攻めたんよ、はい、危なかった、いや、俺も忘れてました、普通にテスラクロスだと思ってたんで、あれもう立ち回りがね、エリポン最初行ってなんかもうずっとテスラクロスしてたから、まあ、確かにですね、やっぱそういう意味もあって、なんだかんだでエリポンを立てと期待感はありますね。いや、そっか、丸太しか削りないから、とりあえず1本落とさないとダメなんだな。そうですね。普通に危ない普通に危なかった、あれよし、オッケー、これエリポン立てのこれはラバーの可能性が、あ、でも違う、こいつスケラスかね、まだちょっと分かんないんで。これさ、マスケ前はダメ、さすがに前出しはやんちゃじゃないですか、まあ、ユニットが少ないんで意外とね、はい、止める、あー、ラバか、これ逆、いや、同サイズかね、ポイズンも使ったんで、普通に同サイクロスとかなら全然立てていい、あ、クロスなんだ、これ
マジ？そしたら相手がなんか咲くんで、それでマスケットもなんかうまい感じに残ったりするし、嬉しいね。おお、いい演目で、これ5がないのがね、地味にラバーしんどいところであるんですけどね。これワンパンでしょ。オッケーオッケー。このワンパンが確かにでかい。いや、いいっすね、いいっすね。いいよ、はいはいはい、はい、オッケー、これはいける。ここっすね。オッケー。ここであの子にないよな、多分ないと。これクロス立てた方がいいか。そう、ここでクロス立てて、なるほど。で、相手になんか、まあ、墓石とか咲かせての、はい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 。あとは銀茶いって、ここがなあ、いい演目ですね。ポイズンとか使ってくれないか、さすがに。これダメ？あ、まあ若干のやんちゃ説もありますけど。まあ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 いいでしょ。これまた埋まって、はい。ここで先にまあエリポンとか早めに置いといて、はいはい、でポイズンを使わせると。ウクリリか。まあいいんじゃないですか。そんな風にいいから。危ない危ない。まあはい。これさどうすかな。これまあとりあえず守りだよな。まあ守るしかない、ね。相手でもさ、マスケにポイズン打てるんだよな。2体目マスケもあすか、これ。まあ、2体目マスケもありますね。普通にマスケのテスラのスケアイスキーで捨てちゃって回して、はい、ここで、あ、いいですね。これで2周目が回ったんで、はい、で適当にあとはまあ前に立っておけば意外と守れるんでね、これ。なるほど、いいね。はいはい。でポイズン使ったんで、まあここでエリポン立ててもいいですよね、一回。これってさ、どっち攻めた方がいいの？もしケツラは来たら、これ足前選ば来るな。そうですね。逆さ行っちゃっていいか、これ。ありですね。いや、もう全然いいと思いますけどね。行ってもいいけど、あ、でももうここで守り入ったら守った方がいいですね。言うて守れますよね、これ。まあ、確かに。普通に守ってカウンターでいくか。ここで守って、で前にクロスをつけて、はい。OK。で、もうテスラとかもバンバン立てていっちゃっていいですね、多分。なるほど。はいはいはい、いい。いい、素晴らしい。あー、ただそっか、ロリババ真ん中。ロリババやばいな、マジで。ロリババさ、クロス使ってると分かるけどさ、はい、マジロリババ良くないよね。もう最悪っすね、一番嫌な相性、ね、ポイズンだから。でもただな、もうこれでもうポイズンも多分回ってこないんで、まあ、回ってこないことはないかもしれないけど、はい、これは入る。いや、でかいでかい。前になるんだ、これ。あ、そうそう、まあこれででも一回立てて、もうループをもうこれ勝ちだろ。このループにはめちゃえば。で、はいはい。で相手もう出しちゃったんで、ここでそこでループとか出して、で、はい。まあ言うてそうですね。ここで削っといて。いい。素晴らしい、テスラが。素晴らしい。今日冴えてる俺。おや。あ、あと100。まあまあまあ、もうこれウッド回すだけでいけるんで。いや、ちょっと俺はクロスでいく。綺麗に綺麗に。綺麗にいきたい。はい、はいはいはい、まあ、さっきもクロスでいけましたしね。よし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 。でかいでかいが。さてはクロス使いになってます。さてはクロス使いになってます。使ってなかっただけで、実はクロス使いかもしれない。お、なるほどね。でもさ、最初のさ、はい、なんか最初のさっきのさ、クロス全然逆行っていいとか、はいはい、なんかなんだろう、流れの中での戦いはできるんだけど、はい、そんなのちょっと静まった時に守るべきなのか逆クロス行くべきなのかがちょっと難しいんだよね。なるほど。俺的には確かに、まあ、そこ難しいところなんですけどね。まあ、アドが取れてたら普通にまあ行きたいんですけど、ちょっといいやな。あとはなんだろう、難しい。説明が難しいんですよね、クロスって意外と。はいはいはい。でこういう時もまあテスラが若干内側に置いたならクロスも内側置きたいですね。あー、そっか、そうだ、これ前回やったな、これ前やったな、これ。まあでも言うていいボイですね。はいはいはい。あいつなんだろう、普通にペッカ工場ですかね。ペッカ工場っぽいね。これは放置 C の何かしら、ね、こう何入れてもらってめっちゃお腹鳴るやん、さっきから。そう、最近なんか金魚お腹が鳴るんですよね。別に腹減ってるわけじゃないんですけど。そう、これでとりあえずエリコンキーの呪文来るよな、多分。まあ、普通にポイズン打ってきますね。打ったな。はいはいはい。これなんだよな、マジで。あ、でも、意外とクロスにポイズンかけられるのがだるかったりするんで、まあ、確かに。エリポンにポイズン使わせるっていうのはいいんですよね、意外と。はい。ここはまだ。ああ、そこで行っちゃうと、ペッカで思いっきり来る。けどじゃない。けどゲーミングじゃない、これ。確かに。確かに。これは、おっ、あいつペッカコストあったと思うんですけどね、出さなかったですね。
ラッキーいいよ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 、はい、クロス使い3連勝の流れが3連勝の流れが来た。今回ボツない、ボツない。今回一発、これ絶対消すペッカだもんな。これエリポン立てちゃっていいよね。いいですね、普通にエリポン立てて。まあ、10襟で工場が、ああでも切ったか、言うのがワンチャンか。まあ2襟ぐらい残して、まあまあまあ問題ないですね。高回転なんで、いやこれさ29に落としに行った方がいい。いやでもそうですね、落としたいですよね。あでもウッド削りでもまあここまで削ればいけるっちゃいけますけど、逆行こう。あやべ、いやまあ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 こんぐらいなら、はい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 、え強っ、早いな。あなんか早い、あこう何だろう、大量準しいな。はい許容を逆サイに、お、ここはドーサイト。若干怖い、やばい、若干怖い。おい、おや、まあまあまあ、まあまあ、あっち行ってるから、あっち行ってるから。あ、そうですね、そうですね、確かに来た、来た、はい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 、はい、で、この292にはまあクロスで通すのは厳しいんで、ウッドっすかね。ただウッドだとしても84だから4発必要か、なかなか必要だけど。よしよしよし、これ残りのクロス。あ、優秀。オッケー、テスラが優秀。クロスでいきたいな。クロスでいきます。なかなかすけどね、これ通すの。テスラ立ててから。はいはい。まあ、徐々に徐々に進軍テスラですね、これ。あ、ミスった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 。いや、おや。あら。そう、カドマスケが一番濃厚説あります、これ。カドマスケが優秀みたいな。はいはいはい。相手がワンチャン攻めてきたときにカドマスケフィニッシュ。カドマスケおしゃれに、おしゃれに、おしゃれに決めましょう。ここはよいしょ、はいはい、あーあーやばいやばい、大丈夫大丈夫、これ一回でも止められたらずっと警戒されますからね、気をつけないと。まあまあまあ、もうテスラ王国だから。クラクラ始めました、クラクラ始めた。ブチギレポイズン入ってる。オッケーオッケー、もう相手も待ちきれなくなったですね。よしよしよし、はいはいはい、丸太打って、はい、あと1周ですね。1周、ここであと1周で丸太かと思いきやのクロスを通す。やんちゃやんちゃ、ペッカ使った後なんで、もしかしたらもしかしたらもしかしたら、あユニット全部読めば。え、工場も切りましたよ、これ。あとユーノとエリキみたいなあるけど、さすがにここはおクロスクロスを攻めていく。お、まさか、オッケー、やった、はい、やった、強いな、さては強い。あのね、あれだけ、もうあのクロス内側に立てるのだけ忘れる。それだけですね。それだけ、もうそれ以外 は教えることないですね。で、でもエリポン入ってる、なんかエリポンは30して使うから、まだちょっとなんだろう、なんだろう、あ、なるほど、純度 100% クロスじゃないじゃん、これは。言うても、まあそうですね、意外とエリポンが重要なんで、そうそうそう、だから割と、なんだろう、前のクロス 2.9 よりはちょっと簡単かなって思う、はいはいはい、クロス初心者でも、まあ、割とね勝てそうだなって思 う、なるほどね。でもテンプレ5入ってないんだね。結構 ね、それ忘れたら大変なことになりますね。危ないね、これマジで危ない。最初の危ない事態が起こってしまって、あれマジ危なかったよな。まあ、そこだけは気をつけたいと。ってことで、まあ、今日はねクロス使ってったんですけど、まあね、はい、まあこのね、まあ、クロス日本一、あ、いやそんなそんな、やめてやめてやめていきましょう。お互いお互いな、お互いよくないですよ。ってことで、まあね、このまあはい、クロス全一のラットさん、はい、ラットさんじゃねえや、ここでここであるあるあるだから、はいはい、あるあるだから、まあ焼き鳥さんにね、まあ教えてもらったんでね、はい、まあ概要欄に、お、ありがたいっす。焼き鳥チャンネル貼って、しっかりと貼っといてください。そう、別ここなんで。パッと貼って。お願いします。ぜひね、はい、もうほぼクロス、もうクロスチャンネルで。そうですね、ほとんど半分ぐらいクロスチャンネル。クロスとブロスター。クロスとブロスター。まあ、ブロスターも。まあ一応一応。まあ一応ね。はい。ってことでね、あ、まあぜひね、そちらも行ってみてください。はい、ということでね、今日はこの辺で終わります。えい、ー、えい、ー。